みんな。よし、ちょっと真似してみようと思って言ってみますね。アーカイブをご覧の皆さん、こんにちは、尾上瑞希です。今日も1時間よろしくお願いします。え、みんな言いますよね、それ。やっぱアーカイブ、え、あ、なるほどね。生配信の方よりもアーカイブ優先なのかな。あ、まだ人がこん時、こん間にそれを言うってことか。なるほど、私も言うとこ、毎日言おう。アーカイブをご覧の皆さん、こんにちは、尾上瑞希です。そうなんですよ、ちょっと前髪めっちゃ変やけどさ、みんな聞いて、私さんがめっちゃ増えたの。めっちゃ増えてますよね。1200222人なんです。しかも2 2 1 2 2 2 2、変わって20人増えたんだよ、朝から。今日朝何にも配信してないのに20人増えたの、すごいと思って。何にも配信してなくて20人もフォロワー増えるんだと思って。で、昨日もともと何人だったか覚えてる人いますか。でも1170人とかだったのかな、最初は。1170人とかやったけんか、50人増えたんですよ、すごい。しかも今日の朝222人だったので、ニコニコさんに1200人超えたって言ったよね。ニコニコさんじゃないっけ、2200人超えたっていうのをホロミーで言ってたんですよ。そしたらちょうどさっき見たら1222人だったの。おっす。今日は皆さんすごいよね、なんでこんな増えたんだろう。ちょっと恥ずかしいんだけど、私なんかそんないろんな人に見られて恥ずかしいことないですよ、全然。どっちやねん。まあそんなこんなで、一発目、私がみんなに見せたいものがあります。あと1000人で2222目指して頑張るぞー。そんなこんなで、まずアーカイブをご覧の皆さん、フミティです。面白い面白いね、それ面白い。そんなこんなでですね、皆さん、今日は私はちょっとお買い物に行ってきました。あのね、ずっと欲しいなと思ってたんだけどさ、なかなかね、意外とお水木だって忙しいんですよ。お水木もさ、あの暇人に見えてね、日中忙しいさ、だけんかなかなか一個、あのご飯じゃないなかなかあの買いに行けてなかったんですけど、ついに私は買ってきました。ついにご飯を作りたくて、見てください、じゃーん、見ての通り土鍋です。まあまあ、こっちはさ土鍋じゃないんだけど、これです、これです、じゃーん、買ってきたんですよ。見て、ちょっと反射しそうで怖い、お部屋が。土鍋です、じゃーん。これがお水木の土鍋ちゃん。これで私はご飯を炊きたいと思います。なんか炊飯器で炊く、いこの音めっちゃ嫌い、キーってなった、もう爪切る、めっちゃ深いんですよ、めっちゃ。なんかもつ鍋とかじゃなくて、ご飯を炊くだけのためにあの土鍋を買ってきました。まあでもご飯を炊くだけなんだけど、この土鍋でなんかお料理できるんだったらしたいなって思ってます。でもね、一点深爪にしよう、もう嫌だ、これ切りたいんだけどさ、普通の爪切りじゃ切れないんですよ、このジェルネイルは。取りに行かんといけん。そう、おこげを作りたいなと思って、朝から美味しいご飯を食べてって思ったんですよ。それで土鍋を購入しました。すごい深いんだけど、ちょっと どんだけ美味しいご飯が作れるのか楽しみです。おいやー。
ゆみです。そう、え、朝からでも朝ごはん結構作る派だよ私。朝ごはん大事にする派だよ。夜はあんま食べんでもいいと思うけど、朝はさやっぱいっぱい食べてさ一日頑張らんばいけんけんね。朝弱いけどね、めっちゃご飯食べたい？蓋開けない。あ、そうなんだ、蓋開けちゃダメなんだ。そうだったそうだった、私ね夜な夜なね動画を見てるんですよ。朝ごはん、朝ごはんじゃないお米を作って。そうだよ、そうなんだよ、タイマーって自分で測ってせんといけんとよ。そう、それであのなんだ、日の加減とかもね、めんどくさいっちゃめんどくさいんですけど、だけど前髪すごいウェーブかかっとるわ今日。ほらクリンって無声無なんてっけ、いや洗ってます、洗わない派じゃない、洗う派。あ、ごめん先生こんばんは。そうだよ、洗う派なんですよ、洗う派なんだけど、あの土鍋派ではなかった今までは。そう、でも土鍋デビューしたんで、ちょっと明日の朝とりあえずまず炊いてみようかなって思ってます。明日渋谷に売るんかっちゃう。え、イルカさんのお誕生日、お父さんの川田さんによろしく。なんで名字違うと、あ、イルカさんの、イルカさんが言えるわ。配信で炊いてみようよ。できる？なんかさ、あ、わかった、配信でさ、明日買ってこようかな、コンロ。だってキッチンまで行くとさ、なんかキッチンでさカメラ設置したりさするのめんどくさいじゃないですか。めんどくさいっていうかできないと思うんだよね、これをこうやってキッチンに設置するっていうのは。ガスコンロを買えばいいんじゃない？燃える燃えるって、そんな燃えんようにしますよ。燃えんようにできるコンロで。え、そうですか、ニトリでも待ってれば。わかった、あれはおかず、おかずはね明日はねお味噌汁の味噌、お味噌汁をね、あのの味噌がねどうしてもね早く食べきらないといけないんですよ。だけお味噌汁と何にしようかな、でもいつも同じ子、同じ朝ごはんばっか食べてるからな。卵とベーコンとあれはあるんですよね、どっちかにしようかな。そうなんだよ、味噌ってさ賞味期限さ地味に長、短いよね、マジで。それコンロはコンロ買いましょう。わかった、コンロね、コンロ買うわ。恥ずかしか、50人も見とったに、かっちゃんのせいでも恥かいたわ。朝ごはん紹介して、朝ごはん紹介するほど大したもん食べてないよ本当に。納豆とか梅干しとか明太子とかとご飯食べてる。あとお味噌汁とか卵スープとか。そう、滑り好きにしたのはかっちゃんです。かっちゃん、もうちょい温度上がってからにしな。え、温度上がったら火事になりにくいんですか？そうなの？マイぬか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 とこも始めようか、ね、何でしたっけそれ、ぬかとこでしたっけ。やばい、かっちゃんやんそれ、それフォロバのかっちゃんやん、フォロバ好きにしたのもかっちゃん。そう。そうだよ。まあそんなこんなで何の話してたっけ。あ、そう、来てほしいな。え、来たら来ません、来ません、めっちゃ気まずいと思うよ。みんなコメントできる。めっちゃ気まずいと思うよ。めっちゃ気まずいと思う、私も気まずくて鼻、あ、もう危ない、自分で切って危ないっていうのやば。え、私もなんか何話そうってさテンパりそうさ。ピリつくのを知る。でもちょっと来てほしいわ。ちょっとピリついて私もテンパってるの絶対面白い。絶対
コメントできんばい、そんな言いつつ。どうしてさ、全然違う話するやろ。相手フォローバックしてもいいですかって聞きたい。どういうこと？いつものかっちゃんは黙るからな。どういうこと？あ、かっちゃんが、本物のかっちゃんがってこと？相手フォローバしてあげて、まあ、別にしたってせんかったって変わらないんですけどね。別に配信通知来ないし、私何人かフォローしてるけど通知来ない来たことないし、そう、何のあれもないとは思うんだけど。あ、ショック、埼玉から、埼玉から、え、埼玉から帰省って、あ、期間愛媛に帰ったとかな。トトロ、トトロケット、トトロ違うよ、普通にあの 黒すぎて白飛びするけん。このお洋服可愛いですよね、最近ずっと着てる。あ、そう、もらったんですよ、プレゼントでいただいたんだけど、でも黒飛びする、あ、白飛びするけんさ、配信でさなかなか着れてなかった、なんかずれてない、配信でなかなか着れてなかったんだけど、可愛いでしょお洋服、メイスクラップなんですよ、可愛いですよ、かわいい、白飛びしちゃうんだよね。だけんこればこう置いとけば大丈夫。そう、かわいいやろ。しかもさ、なんか、あ、これ下ろしたらね、めちゃめちゃにババシャツですよ、めちゃめちゃにババシャツ。え、ババシャツ着てない私。あ、着てるか、あ、着てるわ着てるわ、真っ黒黒好きですよ。ほら、ここにいる、これとこれ下ろしてみようかバンされるわ。鼻かゆい、花粉症だと鼻がかゆくなるのか。鼻ってどこら辺がかゆくなると、ここ、ここ、こ、ここ、え、外、中、なんか茶色い、あ、真っ黒の黒すけなのにね、確かに私の方が本当の黒だ。黒すけ、お化け屋敷って言うんですか。あ、そういえばなんかさ TikTok で回ってきたよ、あの千と千尋の舞台のやつ。あ、ついに始まったみたい、行きたいな、行きたい。トトロ知ってますよ、知ってるけど、そんなシーンあったっけ。おー、おいおい、バンされるほどのもの持ってないやろって。あ、もう水飲む、ちょっと待って、喉乾いた。っていうかさ、マジ今日大ピンチやったとよ、みんな、ちょっとみんな大ピンチやったとって。私は今日、聞いて聞いて聞いて、あ、何が大ピンチだったかっていうと、朝からむしゃむしゃトマトを頬張ってたんです。そう、トマトを頬張ってたの。そしたらさ、あのジュラピケの白いとこに、なんか私の口からあまりにも大きくて、トマトがで、ミニトマトだったの、買ったのが、けど取って食べたのがめちゃめちゃ大きくて、噛んだ瞬間にね、ほんとにちょびっとだけ、ほんとにこんくらい、一滴だけ口から出てきちゃったのあまりにも大きくて、もうあのこんなだって、あ、え、こんな大きいんだと思って、まあ食べる前に気づけよっていう人もいると思うんですけど、まあ食べて気づいたんですよ。でちょびっと出たとよあーってなったっちゃけど、すぐ洗いに行ったら全く大丈夫だったオチのとこ音声消えたそんなオチなかったや、大したオチじゃないけいいよ別に、音声消えて。そう、でも、あ、でもね、取れたんですよ、結局取れたけんよかったけど、取れるまではもうめっちゃ焦って、あの走ってったもん、やばい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 って言って、だって口から出てしまうぐらいの大きさなんですよ、トメイト、こんな大きくて、カプッと食べたら気になるやん
え、感謝祭どこ行った？いつもお水木さん感謝祭、感謝祭やって言って、いつもさ感謝祭っぽいことできてないんですけど、感謝祭ってどういうことすればいいのかな。感謝祭、感謝祭ってさどんな感じなんだろう。なんかありますか？感謝祭って言えばこれでしょう。そうだよ、今日感謝祭ですよ。溢れ出てるじゃん、お水木の子から、みんなありがとう。で、今日じゃないっていうか今日じゃないわけじゃないんだけど、別にいつも感謝してますよ。いつは感謝してる。あ、いいですね、歌歌おう、みんなのリクエストに応える、それが感謝祭や。すっぴんでしょ。すっぴんはまだだよ、1年後になったがきついけど、たまに止まる。ちょっと待って、もうちょっとお水木の話をさせて。なんかライバーさんっていうのはさ、あのこうやってコメントを返してさ、お話しするっていうのがライバーさんなんだろうけどさ、ちょっと水木の話を1回させて、お願い、5分でいいけん、みんな聞いてください。ついに私はたまたまちょっと今日お鍋を買いに行った時に、あの通りすがったんで買っちゃったっていうものがあったんです。見てください、こちらです。なんと思う、この大きさで、あ、これでこちらですって言って当てれた人おったら、もうその人が、あとリクエストした曲を歌います。お水木にお仕事、お仕事依頼してくれるんですか？ぜひお願いします。うーむさんにお願いします。 G のおもちゃ、ブー、プチトマト、ブー、回答権は1人1回ね、カブトムシ、ブー、トマト、違う、5分じゃ終わらない、正解、握りっぺ、やめて、電池、あ、違う、突き詰め、ブー、じゃがいも、あ、もうみんな違う、小指、小指どうやって隠すさ。もう1回クイズ行って、今日買ってきたここに入ってるものを当ててっていうの。 G のレコンギタス、何ですかそれ、レコンギスギスタ、思い出思い出がひよこ、違う、え、わかんない、そんな依頼とかはわかんないけん、ちょっと してください、ぜひ依頼。指はブー、ガチャガチャのなんかブー、コスメブー、捕まえたとうとうブー、もうみんなヒントとかなし、いるか、正解じゃなくてここの中に入ってます。マジでお水着買ったのって言うと思うよきっと。いくよ、何ですかそれ、失礼だな、純愛だよ、正解です、純愛です、希望、なるほどね、幸せと希望。なんかアンパンマンみたいやん、そんなさ、アンパンマンの歌、イヤーボッツ、はっ正解、エアポッツ買っちゃったの私。イヤホンが壊れたっていう話してたじゃないですか、エアポッツをついに買っちゃったの。耳赤くて怖っ。ついに私はエアポッツをゲットしたんですよ。たまたまよ見てて、あ、まあ、行ってる時にもうイヤホンがない、壊れてて、あー片耳聞こえないのうざいなーって思ってたのそれでそう片耳壊れてるんですけど、もういい、もういいかと思って、しかも有線のあのなんだっけ、昔あの iPod についてきたやつ、水ポッツって見えまして、え、何、水ポッ、なんて書いとった、踏まないように、そうノリじゃないよ、ずっと欲しいなって、イヤホン欲しいなって思っとって、まあ、確かに今日買う予定ではなかったですね、1ヶ月でなくすかな、そう、あ、待って、これ開けたらダメだ、これ開けちゃいかんわ、そしたらさ、あのあれつながるもんね、 Bluetooth つながるもんね、あんま派手に触っちゃいかんわ、そう、これはですねそんな高くないんだよ、 iPad Pro、 あ、じゃあ、あ、ごめんなさい、 iPod、 iEarPods、 AirPods Pro、 あ、違う AirPods なんですけど、 AirPods Pro じゃないんですよ、 Pro はすごく高くて3万ぐらいするんですけど、私はその第三世代っていう、まあ一番新しいやつなんだけど、イヤポッツプロじゃなくて普通のエアポッツだから、旧型のじゃなくて新型のエアポッツ、
新型のイヤポッツだけどプロじゃないしさ、なんか第三世代ってやつなんですよ。なんか半年ぐらい前に出たって言ってましたよ。まあ一番新しいやつ、エアポッツで。何が違うかっていうと、普通にエアポッツ、お水着の鼻水着でいい？ほら、鼻水着にするわ。あ、でも音聞こえんわ。あ、聞こえた。まあはっきり聞こえるけど、音痴ごまかせないよ、頑張っ。そうだよ、これね、アカペラやけんさ、アカペラじゃないけどさ、音楽流さんと音痴バレるさ。空を押し上げて、え、なんか恥ずかしいんだけど、マイクないと。君5月のこと、どうか来てほしい。恥ずかしくなんか。水際まで来てほしい。見えんばいかしら。つぼみをあげよう。庭の葉、波好き。え、そうなんだ。うーすべり色の可愛いのね。ない夢がちゃんと。ね、恥ずかしくなってきた。恥ずかしくなってきた。君と好きな日。顔赤いって言われると恥ずかしくなってきた。つきますように。なんか私歌う歌もやっぱり向いてないな。マジでアイドルやった。本当にアイドルやったかな私って。ゴクゴクって音も聞こえますか？どうぞ行きなさい。先行きなさい。僕の我慢がいつか身を結び、果てない波がちゃんと止まります。ちょっと空いてますよ。君と好きな人が100年続きますように。下手。へい、なんでこんな下手な私。信じられない。元アイドルなのこれで。よく受かったな AKB。 まあ歌の審査なかったんだもんな。またまくっつでしたし、んときダンス審査しかなくて本当によかった。あ、かわさきさん、こんばんは。尾上です。はじめまして。音痴だけ、音痴だけど歌っちゃってます。すいません。ひらりちょうちょを追いかけて、白い方をあげて、母の日になれば、水木の葉送ってください。あ、お水木です。またなくてもいいよ。知らなくてもいいよ。ちょっとさ、長くない？フルで歌うと私。すべり色の可愛い君のね。ありますように。君と好きな人が100年続きますように。あ、めっちゃいい声しとるわ。あの、あれですよ。ハモリがね。前の方がうまったれないじゃん。あありがとうございます、パラシュート。ありますように。歌わんといけん、パラシュートもらったけん。
ことが100年続きますように。君と好きな日、あれ違うわ、君と好きな日とが100年続きますように。上手だった。歌詞も違えば入る場所も間違えるし最悪じゃん。ごめんなさい、お家で。なんかもうちょっとさ、なんか歌いそうな歌にすればよかった。私がポニョは、ポニョどこ行った。君は違うでしょ。でも私歌好きなんで、歌歌うの本当は。本当はね、本当はね、音痴は違う。いやもうなんか歌いたいな。なんかさ、おすすめの歌ないですか。ん、やばい、顔が熱くなってきちゃった。うっせぇわ。水平線が光る朝に好きなの、ガニメデさん。あ、え、なんか言う、なんか私が歌いそうな歌って何。それが大事。あー、いいですね、大好きだよ。思い出がいっぱい。え、懐かしい、思い出がいっぱいって。あー、夜遊び大好き。愛子さんは難しくて歌えない、お水木は。あ、ポニーテールとシュシュ。何が。あ、エアポッツが取れた。こうやってなくしていくんだ。こうやってなくしていくんだよ。エアポッツってこうやってはめて合ってる？なんで落ちたの今。なんで落ちたんだよ。スローテンポのやつ？だってさ、スローテンポのやつしか歌えない私全然。え、なんか歌える曲あると思う。入ってないんだよね、歌。なかった。全然ないね。思ったよりないわ。あ、思ったよりないね。え、やばい、歌ない全然。ラブソング。ラブソングってどんな歌ですか。光るなら。エコーディし語るの。え語りまくろう、エコーディ。三日月ってさ、難しいよね。アフターリンがあるじゃん。え、アフターリンってアフターリンじゃないのかな。違うじゃん。アフターレインって AKB かと思った。え、アフターレインって AKB かと思ったら、ちょっと知らなかった、私。私知らなかった。なんかないかな。アーティストで見よっかな。ちょっと待ってね、コメントがね、今見えてないんだよね。わかんないわかんない。全然、いやー、ちょっと勉強しとこう、いっぱい。歌いそうなやつ。ジュジュさんとか難しくて歌えないもんな。みずきが歌えるのは、アイドル系がいい。アイドル系なら歌える。多分。ケイさんとかある。ちょっと待って、本当に全然ない。本当に全然ない。夜遊びさん発見。でも夜遊びさんは難しいよ。めっちゃめっちゃ。めっちゃめっちゃ。あ、これにしよう。あ、これ歌えるかな。え、めっちゃ声高いってこれ。だな、このまま。あ、これめっちゃ声高いやつ？わかんない、普通の。はるか歌えないよ、私。
君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望を忘れない。10年後の8月また出会えるのを信じて。熱いっちゃん、ここ最高の思い出を。恥ずかしい、私歌うだけで。わかった、暖房切ればいいんだ。やばい、歌始まっちゃった。いい道の交差点で声をかけてくれたね、一緒に帰ろう。僕は照れくさそうにカバンで顔を隠しながら、本当はとてもとても嬉しかったよ。あー、花火が夜空綺麗に咲いて、ちょっと切なく。あー、風が時間とともに流れる。嬉しくて楽しくて冒険もいろいろしたね。二人の秘密の基地の中、君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望を忘れない。10年後の8月もっと出会えるのを信じて。君が最後まで心からありがとう叫んでたことを知ってたよ。涙をこらえて笑顔でさよなら、切ないよね。最高の思い出を。疲れた。そこまで走ってき息切れしたわ。休憩。そこまで走ったさ、電源切れた。え、切れてないや、うざすぎ、マジで。クーラー切れてなかった。なんか、また息切れするわ。よし。もう走って疲れてくる、無駄やったわ。さよなら、切ないよね。最高の思い出を。突然の前後で、え、どんな感じやってる。どうしようもなく、ちょっとわかんない、ここ身を隠よう、忘れないでね、僕のことをいつまでも二人の基地の中。君と夏の終わり、ずっと話して夕日を見てから星を眺め。わかんないな、ここ。クセ強いんじゃん。でもいいじゃん、 BGM でいいじゃん。強化してもらいたいね。ビンタされるよ。ビンタされるよ、私。この歌知ってるような、知ってなかったわ。夏の終わり、将来の夢、大きな希望忘れない。10年後の8月もっと出会えるのを信じて。君が最後まで心からありがとう叫んでたことを知ってたよ。涙をこらえて笑ってさよなら、切ないよね。最高の思い出を。最高の思い出を。ありがとうございました。回復ありがとうございました。ありがとうございます。回復でも何でもしててください。え、回復？回復していいけどさ、よく聞きましたね、こんな。回復、まさか音消しとけばいけるか。ごめんなさい、本当に。なんかじゃあみんなが言って、なんか言ってくれたら歌うか。なんでもいいよ。嘘。結構、え、それ歌えん、これ歌えんって言うけんね。君はメロディー
メロディー。わかんね。途中わからんかもしれない。私全然歌覚えれないんだよね。やっぱりさ。あ、ないわ。メロディーってないよ。歌ない、それ。ここにあったらいいよ。じゃあ、奇跡はありそうやけどな。糸とかもありそう。あ、奇跡あるよ。なんか奇跡ってエモいよね。エモいよ。奇跡ってエモいよ。だって奇跡って奇跡だよ。これはね、小学生ぐらいの時だね、私が。これって何かの主題歌なんですか？知らないな。明日、今日よ、好きになれる。溢れる思いが止まらない。今もこんなに好きでいるのに、言葉にできない。あ、ルーキーズか。君のくれた日々が積み重なり、過ぎ去った日々、二人歩いた奇跡、僕らの出会いがもし偶然ならば、運命ならば、君に巡り会えた、それって奇跡。二人寄り添って歩いて、甘いを形にして、いつまでも君の横で笑ってたくて、ありがとうや、ああ愛してるがまだ足りないけど、せめて言わせて、幸せですと、いつも君の右の手のひらを、ただ僕の左の手のひらが、そっと包んでく、それだけで、ただ愛を感じていた。早いのかな？遅いのかな？見つけ方でゆっくり歩いた奇跡、僕らの出会いは大きな世界。乗ってないわ、全く。二度と巡り会えた、それってきて、うまくいかない日だって、二人でいれば晴れだって、強がりや寂しさも忘れられるか、僕の首でなら僕で入れるから、だからいつもそばにいて愛しい。帰り道、それも大切な僕らの日々、思いを届けと伝えた時に、初めて見せた表情の君、少し間が空いて君がうなず、息が続かん、音ゲーずれてますもんねって。ラップ好きや。私グリーンさんになれるかもしれん、歌いたきゃ間違わず。お、あ、また取れた。あ、また壊す。こうやって壊すんだよな、どうせ。え、なんで落ちるのかな、耳から。耳が変形してきた。二人寄り添って歩いて、ドアの愛を形にして、いつまでも君の横で笑ってたくて、ありがとうや、ああ愛してるがまだ足りないけど、せめて言わせて、幸せですと、うまくいかない日だって、二人でいれば晴れだって、喜びや悲しみも全て分け合える、君がいるから生きてゆけるから、だからいつもそばにいて、よいとしい君へ。14年も前なの？最後の1秒まで、日付変わるまでに。残ってる、残ってるよ、さすがに。今日より笑顔になれる、君がいるだけでそう思えるから、何十年何百年何千年時を越えよう、君を愛してる。は
歌えたね。誰グリーン、グリーンをリクエストしてくれた方に拍手をします。なんか寂しくなってきたって。ズキーン。なんそれ。なんかやあ、ズキーンって。なんかやだ。よっしゃ、エアポッツ買ったけんさ。あ、わかったわかった。耳がさ。わかった、そういうことか。耳が多分ちょっと大きくなってきてる。可能性はありますよね。こっち聞いてさ、対応しよう、対応しようって耳が。結構大きいんですよ、エアポッツって。そう、多分こう対応しようと思って、耳が一生懸命大きくなってるんだろうな。それでポロって落ちるんだろうな。はい。これが私の推測です。お兄ちゃん、なくそうぜ。なんでなくそんといけんさ。前しか向かねえ。前しか向かねえ、歩くかな。なさそうだよ。なんか、あんまりないもん。ほら、全然前世しかない。前って言ったら。あ、糸ならあるよ。糸とか奇跡とかさ、なんかすごい、もう、どの世代も知ってる曲とかやったらさ、演歌？私、演歌一曲も知らんよ。ほら、ナイスって。ショートさんじゃん、絶対。なくすか、踏む。踏んで壊すとかな。ズンどこ。ズン。ズンズンズンどこ。みずき！あ、やばい。津軽海峡冬景色。は？千の風に、千の風になって、天白声。天白声？知らない、天白声。なんかの、なんか歌える曲ないと思う。一曲歌えてるね、だいたい。私のね、一番自信のある曲はね、この、このだね。あ、私一回だけね、95点出したことあるよ。ほんとだから。95点出したことあるんだ。天城越え？あ、聞いたことあるかもしれない。天城越え？天城越え？私人生で一回だけカラオケで95点出した曲があるんですよ。本当だよ。マジだよ。本当に歌った。結婚式で歌ってほしい曲？別にないけどな。結婚式で歌って歌うんですか？歌ってほしい曲は特にないバッテンが。君が代じゃない。95点出したときは何やったっけ？長崎鹿？あ、いいよ。長崎鹿ってあるかな？ちょっと一旦ダメ元で調べる。あ、ないわー。くそー。そう。え、なんだっけ？あの歌。あ、まだ早々だ。まだ早々で95点出したことあるんだ、私。絶対みんな嘘と思う。やべ、嘘じゃない。本当なんだけど、ちょっと歌ったら絶対嘘って思われるけん。歌っとっとこ。歌わんとっとこ。なかった。まだ早々で私95点出したことあるの。本当だよ。愛の塊。愛の塊ってどんな歌ですか？わかんない。聞いたことない。愛の塊。サクランボでも歌う。サクランボって意外とむずいっちゃけんね。あ、私サクランボ。あ、糸にしよっかな。え、もう一回？あ、もう一回。笑顔咲くでしょ。糸はありやろ。糸はあるけど、糸って難しそう。難しそう。まあ歌ってみよっか。どうせオンチなのはバレとるやし、滑るとるし。
今更って感じだしね。もう怖いものないわ私。え、これだっけ、これ最低あればな。水木100点当たってます。まあみんな100点、みんなが100点出して。が終わった時に、100点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 っていうコメントで、ぜひ。フリみたいになってるけどさ、絶対、大丈夫でみんな100点で言ってね。お願い。一人持ち。なぜ巡り合うのかも、私たちは何も知らない。いつ巡り合うのかも、私たちはいつも知らない。どこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、二つの物語、縦の糸はあなた。横の糸は私、織りなす糸、いつか誰かを温めうるかもしれない。歌詞間違えたし。布って何？織りなす布がなぜ生きてゆくのかを、迷った日の後のささくれ、夢追いかけ走って、転んだ日の後のささくれ、こんな糸が何になるの、心もとなくて震えてた風の中だ、手の糸はあなた。やばい、100人見とる。よー、この糸は私、織りなす布はいつか誰かの傷をかばうかもしれない。ねえ、もうコメントやめて、もう見らんことしとるけ今。だっての糸はあなた、年末かよー、この糸は私、会うべき糸に出会えることを、人は幸せと呼びます。フルコンボって何？いつからそんなさ、やってないんだけど。あー、やばい、100点一人もおらん、今のところ。妥協のパチパチや。100コンボだと、ねえ、仕事早すぎるでしょ。あ、3点か。1点、4点。くそー。くそー。なんで？演習率やないかい。3.14 の次知らんだ。052、いや、それ何点満点？もう一曲歌えるの？いつからそんな私太鼓の達人好きになったの？今もエコーかかってますか？私。皆さんこんにちは。アーカイブをご覧の皆さんこんにちは。尾上瑞希です。レンさんがフォローしてくれた。ありがとうございます。もしかして、歌上手に聞こえました？あ、歌上手、フォローしようって思ったかな。そんなことないか。でも嬉しい、ありがとうございます。ほら、ありがとうございます。え、だってこれアーカイブみんなが見てくれるように、アーカイブをご覧の皆さんこんにちは。100点を出した尾上瑞希です。
何ですか？イルカさんは普段からエコーで生活って、どういう言い方？なんかないのに。でも音楽配信楽しくなってきた。送る言葉？送る言葉知らんじゃん。そばにいるね。いるばい。プロライバーっぽいやろ。エコよ、エコ。あ、エコね。エコ。エコ生活。ねえ、いいよ、YouTube にはもう。YouTube をご覧の皆さん、こんばんは。花の絵好き。言いたくないわ。はるか？はるかって、マジでむずいけん歌えん。よ、あ、そう、び、ほんとにね、よあそびさんってさ、ま、あるわ。はるかあるけど、マジでむずいんだって。歌ってみよう。マジで私一回カラオケで歌ったことあるんだけど、めちゃめちゃ難しくて歌えなかったの。途中で諦めてもう拍手してた。マジでむずいんだよこれ。私からしたらね。思い出すのは出会った日のこと、誰の元にも帰れない僕を見つけ出してくれた、救い出してくれた。忘れることない君の笑顔、暮らしの隙間、夜更けの祈り、いつでも君と共に歩いてきた奇跡。辛いことも嬉しいことも分かち合える、そんな日々を振り返れば数えきれない思い出が溢れ出してくる。誰にも見えないところで頑張ってる君のそばにいられること、それだけでこんなにほら幸せなんだよ。こみ上げてくる思いはただありがとう、ありがとう。やばい時間な。あ、でもちょうど終わるかな。喜びの春は旅立ちの季節、離れた街にも連れ出してくれたね。一人不安な日々に寂しそうな君、送るエール僕がついてるよ。仕事ばっかりじゃ日常に溢れ出した君の涙、それでも前を向いて歩いて、そうやって大人になってく君のそばにいられる。なんかこんな歌だっけ。私が歌ったらさ、なんか歌違うか感じてくる。喜びで君の大切が幸せ。ちょっとごめん、歌書いてごめん。ねえ、君のそばにさ、もうたくさんの愛が溢れてる。だから今はどうか泣かないで、あの日のように笑顔で振り返れば、いくつもの思い出が蘇ってくる。誰にも見えないところで流した涙もほら今の君に繋がせる。に繋がってる。こみ上げてくる思いはただありがとう。いつまでも幸せで、いつまでも愛してるよ。よっしゃ。ちょっとさ、これ歌ったことで感謝祭っぽくなっためっちゃいい歌やった。聞いてた？みんな。ちゃんと。
目が覚めたって、もう絶対落ちすぎて目が覚めたんでしょ。よし、ランキングよ、もっと。あ、そうじゃん。歌歌ったっけん YouTube 上げられないんじゃない？あ、残念。残念。あ、ついに YouTube も載せれんくなったか。歌詞入ってこないんです。嘘ばっかり、3回寝ましたって。そんな寝れた？こんな雑音で。あおるな、あおってない。あ、確かに違う曲やけん、あげられるわ。だって、はるかじゃなかったもんね、今の。絶対。パルカぐらいだって。全然違う。バルカとか、もう濁ってたもんね、私の歌。あと1分半。いやー、ランキング読みます。第1位、笑顔ニコニコさん。お話しでありがとうございます。第2位、ショートさん。ありがとうございます。第3位、反省中、誰？あ、ブリントさんか。上田さん、ありがとうございます。反省なんてしなくていいんですよ。反省しないで。反省しないで。ありがとうございます。第4位、イルカさん。ありがとうございます。第5位、コマちゃん。ありがとうございます。第6位、チョコミントさん。今日のことわざ、お身の耳に念仏。あー、お身の耳、やったら何も聞こえんってことやろ。第7位、ケンケンさん、ありがとうございます。第8位、ポッポさん、ありがとうございます。第9位、太鼓の達人だと、誰？あ、ミネマツさんや、ミネマツさん、ありがとうございます。第10位、セタンカさん、ありがとうございます。第9位、ガチピンさん、ありがとうございます。第12位、モックン、ありがとうございます。第13位、大好きさん、ありがとうございました。楽しかった。感謝祭って言いながらいつもなんかお水着がヘラヘラして終わってしまう。皆さん楽しかった。明日、明後日のさ、明日か明後日になんか配信をしたいんだけど、ちょっと計画立ててるところ。楽しみにしてての、明日か明後日。あ、楽しみにしてんでいい。